県内の公立高校の入学願書の受付が今日締め切られました志願状況が先ほど発表され全日制の平均志願倍率は1.02倍となり2年ぶりに1倍台を回復しました県教育委員会によりますと県内の公立高校95校のうち全日制は 全日制の志願者数は去年より421人多い1万9289人です平均志願倍率は1.02倍で2年ぶりに1倍台を回復しました倍率が最も高かったのは浜松南高校の理数科で2.55倍次いで科学技術高校の情報システム科で2.10倍 掛川西高校の理数科で2.05倍となっていますまた学年制の定時制17校の志願者数は245人で倍率は0.36倍単位制の定時制3校の志願者数は446人で志願倍率は0.77倍です学力検査は来月3日 面接は4日に行われ、合格発表は来月15日です。各校の志願倍率は静岡新聞社のウェブサイトあなたの静岡新聞でご覧になれます。